井上真でございます。ノーミルク佐藤です。ミルク佐藤アカデミー、今回はこちらです。どん、こちら鹿島アントラーズ編のちょっとデータ系の動画でございます。はい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 、この2年間ぐらい見ても、はい、実はザーゴさん、そして相馬さん、はい、で今期の頭を思えば岩政さんがやってましたね。そうですよね、序盤戦は。そうで、今、はい、バイラーさんということで、はいはいはい、2年間である意味4人が見てたわけですよ、この歌詞は。ね、まあ1年半か。うん。ってことで今回各それぞれの監督の時、はい、どの木が最も点々点というところで、なるほど、まあいろんな尺度から、ね、はい、見ていってみようかなと思います。はい、よろしくお願いします。ですね、はい。ってことで1枚目こちらでございます。はい、ドンと。はい。で、実は見てみると、うん、まあ左からまあザーゴ木、相馬木、岩政木、バイラー木というところでございますが、はいはい、勝ち点を一番取ってたっていう意味合いで言うんであれば、うん、岩政さんだったんですね。はいはいはい。すごい。ま、あ、すごいね。ね、まあ、あと、はい、ルヴァンとかもあれば、まあね、もっとってかっていうのもあるかもしれないけど、うん、相馬、だからすごいなと思うのが、やっぱり1試合平均勝ち点が 2.00 超えると、やっぱ優勝ラインっていうふうに言われるので、はいはい、相馬さん、岩政さんはそのレベルにずっといたんだなっていうところがありました。なるほど、なるほど。でも今年はね、今年というか、バイラー対、バイラーさんのところはまあ 1.75 なんで、ちょっとね、うん、相馬木、岩政木よりはってところはありますけど、うん、ただ、まあ来て、しかもね、今までブラジル体制みたいなところとか言って、ね、はい。いきなり楓でもこの状態ですから、うん、まあかなり相当すごいんだなってことがなんとなく分かるような感じではありましたと。うん、ううとね、はい。はい。で、プラス得点失点のところを見ていただこうと思います。はい、こちらでございます。はい、続いて、2枚目がこちら。うん、最初、ザーゴさんの時は得点よりもちょっと失点の方が上回っちゃってるところがあったと。はいはいはい。で、だったから、オフェンスそのままにディフェンスのところをもっと良くしなきゃなーってので、うん、相馬さんが来て、改善されていったと、うん。はいはいはい。で、その流れで、まあ、バイラーさんと、まあ、まあ、オンラインでコミュニケーション取りながらも、うん、まあ、岩政さんのスタイルでやった結果、得点をそのままに失点をさらに減らすってことに成功と。素晴らしい。はい。はい。で、バイラーさんになってちょっとね、大量失点する試合ってのが何試合かあっちゃったものの、うん、まあ、オフェンスがね、やっぱりちょっとかなり際立ってるところになってきてるのかな。はい。はい、なんてのが、このまあ、4つのまあ、監督体制での差なんでしょうか、うんうん。なるほどですね。このいうところですね。はいはい、ただ特にバイラーさんに関してはちょっと思うところが一個ありまして、こちらでございますと。はい、まあ、左からね、まあ、ザーゴさん、相馬さん、岩政さん、バイラーさんまた並んでおりますけれども、はい、まあ、一つあるのがやっぱり、昨年に比べて今年って、鹿島のセンターバックを主戦場ともともとしてた人が減ったシーズンでもあったんですよね、よく考えるとね。はい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 、町田選手がね、うん、ベルギーに行かれて、うん、で、犬飼選手、まあ、浦和に行ってしかも怪我もされちゃってってところもあって、うん、で今年結局、ボランチからミサオ選手が降りてくるっていうことがありましたからね。はいはい、そうですね。そうそう、あと、試合によっては、ミサオピトゥカでセンターバックやった時間帯とかもありますから、うん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 、まあ、マジってのもありましたけど。いかに困っているかということですね。そうなんですよ。だから、それで失点が増えたって、まあ、なんとなく誰がやっても多少はそうなったんじゃないかってところがありますから。うんうん、そうですね。で、しかもね、右下のバイラーキーにとっては、特に今もそうですけど、まあ、エベラード選手がようやく戻ってきたり、仲間選手とかもそうですよね。うん、ただ、その代わり、荒木選手とか名護選手とかが、ね、まあ、怪我しちゃってたりだとかもあるので、まあ、本当にやりくりしながらなんだなーっていうところとかも、なんとなく伺えるところでありました。はい。で、今度これらを、細かいオフェンスのところとか、細かいディフェンスのところでもちょっとデータ見ていただこうと思います。はい。びっくりしました。こちらでございます。ドン。はい。これ一番、4体制の中で一番良かったところが黄色、一番悪かった数字がピンクになっています。はい、はい、はい。なんと、オフェンスのこの5項目だと、バイラーさんがなんと5分の4項目で最低を取り、ありゃありゃ。ただその代わり、1試合平均得点は最高という。なるほどね。個性出るもんだね、これね。めちゃくちゃ出ますよね。はい、はい、はい。だからある意味、ザーゴさんの時はむしろアタッキングサードに入りすぎてたのかもしれないですね。入ってたけども取れなかったってことね。そうなんですよね。おうおう、だからちょっとずつ下げてった結果、なんと得点が上がるっていう、うん、なんかこういうものなんですね。出るもんですね、これ監督の個性っていうのがね。そうですよね。はい、なんとなく我々素人からすればね、うん、相手の方に入ればとか、ね、ペナルティエリアに入ればシュートを打てば上がるものような気がしてるけども、はいはいはい、そうじゃねえんだなってことがなんとなく、はい、うーん、ね、出てきましたね、うん。そしてもう一個ディフェンスの方もちょっと見ていただこうと思うんですけど、はい、なんとディフェンスもこうなりました、うん。やっぱり5分の4バイラー体制が一番あまりこう成績としてはという。ほう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 。ちょっとびっくりなところが。
ありますよね。なるほど、なるほど。はい。ただ、僕は、これで見ると、もしかしたら今ね、鹿島のサポーターの皆さんに関しては、うん、ちょっと、大丈夫って思われる方もいらっしゃるかもしれないし、はいはい、逆に鹿島サポ以外の方からすれば、これはみたいなところあるかもしれないですけど、はいはい、僕ね、まあさ、皆さん、うん、俺、鹿島が一番やっぱ強いんじゃないかと思ってます。あ、現状ですか？あと、はあ、未来に向けても。どういうことでしょう。なんでかっていうと、はい、まあ、いわゆる戦術的な問題とか、なんか昔というか日本代表なんかでもそうですけど、うん、やっぱもともとなんかボランチがゲームメイクするって印象我々持ってますね。はい、はい、持ってます。最近ヨーロッパってセンターバックなんですよね、あるのね。おー、なるほど。なんだろう、ボランチがフィニッシャーになることとかも結構あるじゃないですか。はい、はい、はい。だからフォワードがもう前でプレスはめてとか、センターバックこうプッシュで押してて、中盤がゴール決めようみたいな風土もあるわけですよね。なるほど。そう考えると、ビルドアップ気質の人がこう下に降りてくる。まあ、ミサオ選手なんかもね、一列落ちてきたりとか。うん、あとは、ちょっとこちらも見ていただきたいんですけど、これ鹿島の基本フォーメーション左から右でちょっと作ってみたりしたんですが、はい、基本は鹿島こんなフォーメーションやってるけど、うん、もう一番ちょっと見ていただきたいのが、鹿島がビルドアップするときなんですよね。はい、もう一番こちらでございます。うん、トンと。後ろセンターバック本来は2枚、ね、センターバック2枚のところを、うん、右にちょっと片方にこうスライドして、ボランチからこう、だいたい樋口選手が落ちてくる。はい。で、彼がビルドアップ担当になるなんてことがあってるわけですよね。うんうんうん、いわゆるセンターバックのラインにビルドアップの担当の選手が落ちてきて、そこからゲームメイクをしていく。はいはい、なるほど。ある意味ではセンターバックがゲームメイクするのとこれ同じようなものかなと考えていて、まあ他のチームやってるのはあるけども、かなり強度高くやってるのは鹿島とちょっとトップクラスかななんていうところがあったりするんですよね。で、プラス、本当はフォワードの選手、これ鈴木優真選手ですけど、はい、フォワードやっぱり得点するのが仕事。うん、なところが、優真選手見てると、前に必ず行くだけじゃなくて、うん、あえてこう左サイドにこう自分がスルスルスルと流れて釣って、うん、相手のディフェンダー2枚を自分が持つ代わりに、アエスさんを真ん中に入れさせて彼で決めていくみたいな流れもあったりすると。こういう流れの、こういろんなこうシステムのこう動きが、うん、いわゆる、一番最初にこうもしかしたらヨーロッパがこう到達する可能性もあるチームなんじゃないかっていうのがあるので、そうするとこの今の段階ではあくまでオフェンスとかディフェンスもこういうピンクの項目まだあるかもしれないけど、はい、結果的にそんなこと関係ないぐらいに例えば得点が激伸びするとか、なるほど、そういうことが行われる可能性が、これは陣痛みたいな状態じゃないか先生は言うわけですね。そうなんですよ。はいはいはい、なるほどなるほど。そう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 。面白いですね。なるほど。うん、これ全体見たら相手のね陣内に入ってもらったらザー動きが一番多いけど、うんうん、シュートまで持ち込んだっていうところをじゃあ一番ね、たっ飛ぶべきだっていうふうに思うんであれば岩政輝だけど、やっぱ点取らなきゃ勝てないで考えたらバイラーキが一番点取ってるわけだから。そうですね。そうで、しかもこのバイラーキ、いわゆる第5節以降みたいな感じですけど、うん、いわゆる18チームで一番点取ってるチームにもなりますから、はい、結果的に言えば、そうですね。これはすごいじゃないかってことは言えるんじゃないかなと。思いますね。やっぱり監督官のもそうですけど、スタイルがこう変わったということで、こんなドラスティックに数字からもう変わっていってるんだということですね、先生ね。わかりますよ、ね。すごいなと思う。あと、ちなみにこれあくまで数字で言いましたけど、はい、18チーム中の数字で言えば、これシュート数とか枠内シュート数に至っては、リーグ内の順位変わってないんで、うん、減ったとしてもリーグ偏差自体が全体的にヒュンって落ちただけですから、うん、これは岩政バイラー体制、この二人でやってる今のやっぱ鹿島は激強なんじゃないのかなってちょっと思わされてますね。これはディフェンス、オフェンス？あ、これオフェンスの方ですね。すね、はい、はいはいはい。これはうまくいく体制が今後ついていくんじゃないのかなと。幅があるんですね、3位っていうのはね。じゃあそうなんですね。ということでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、ミルワカいろんな話題でやってもらってます。先生に、はい、毎日朝晩やってもらってますので、うん、ぜひね、好きなの選んでみてくださいね。昼は、休み時間ラジオもやっております。ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、スーパーチャット、そしてね、メンバーシップ登録もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。リアルライブが、今日でございます、はい。大復活ライブということで、16日、17日、6月ですね。うん、17日は、配信チケットもあります。こちらの方もチェックしてみてください。お願いします。ご覧ください。ということで、先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それじゃあね、井上真央でした。野見里でした。ありがとうございました。